チャット GP とか GTP とかああいう AI 系をいろいろ検索したりもしてたんです、うん、そしたら永瀬さんが Facebook とかいろんなところでよく出てくる、うん、コンサルを自分が受けるっていうのに少しちょっと違和感あってずっと流してたんですけど、なぜか興味が湧きすぎて、メルマガ登録して、で普段はいくら無料とかっていう相談会とか絶対申し込まないのに、なぜか相談会申し込んでて、それはなぜかっていうのは正直言いますけど理由はわからないです。ただ気になってるんだから、気になるんだから会おうと思ったのが永瀬さんっていう人に決めた理由とか会いに行こうと思った理由です。はい、なぜかこの人と何かをやるんだというのを感じざるを得ないものをがあったんですね。なんか自分のフィーリングというか感覚を大事にしようと思ったので、その感覚にもうズドンってど真ん中に、自分の思い描く未来がこの人とだったら描けそうだったっていうのが永瀬さんだった。コードメソッドって自分が思ってる世界を膨らましてくれるとか広げてくれるとか、そういう効果がある。これが人に伝えることができて受け取りやすくできて、でその人の夢が叶ったらいいなっていうのがもうブワーって出てきちゃって、ちょっと寝れなくて困りました。寝れなくて困りました。